わあ。始まってる？始まってるかな？始まってますか？始まってますか？とお聞きしたいところなんですけど、どうや？始まってる？始まってるみたいです。始まってるみたいです。始まってるみたい。やっほー。あれ？始まってるみたい。こんばんは、菅原だよ。みんな元気？やっほー。どうもどうも、こんばんは。ちょっと待って。あ、やっほー、やっほー、やっほー。もうちょっと OK。はい、あー、こんばんは。じゃあここでちょっとオロナミン C を飲みます。すいません、オロナミン C いただきます。いただきます。じゃあ一杯いただきます。じゃあいただきます。いただきます。オロナミン C いただきます。サラリーマン違うよ。サラリーマンじゃないっすよ。オロナミン C 美味しいですね。髪の毛短くなりました。髪の毛が短くなりましたけど、どうですか？あんまり変わらない？ストレートになりました。美味しい。全然疲れてないんですけど、まあ飲もうと思いまして飲んでます。そう、今日髪の毛を切りました。こんばんは。オロナミン C。 そう、さっきテレビで菅原出ました。アリちゃんと一緒に出ました。こんばんは。オロナミン C 美味しい。結局5センチ、いや10センチぐらい。ほら、わかる？結構切ったんですけど、あんま変わらないね。見た目はあんまり変わらない。そう、あんまり変わらないんですけど、ちょっと10センチぐらい切りました。見れないんですか？悲しい。すごい、さっきも見てないけど見てないけど、
まあ、こんばんは。髪サラサラで綺麗、ありがとうございます。そう、サラサラにしてきました。あとメガネも買ってきました。イエーイ。今日皆さん何しました？何してたんですか今日は。皆さん何してたんですか今日は。お仕事、お仕事、学校、お仕事、爆睡、お洗濯。ああ、皆さん寝てた。ダフンだ。そうか、楽しそうですね。ダフンだ、楽しそう。さっきは、今日はみんなでもお仕事か。お疲れ様です。お疲れ様だ、みんな。お疲れ様。さっきは、今日はなんか起きてショールームして、そのまま9時ぐらいから歯医者さんに行って、歯をきれいにして、ほら歯きれいでしょ。歯をきれいにしてきました。そこから歯をきれいにして、そこからすぐ美容院に行って、3時間ぐらいストッパー髪を切ったりして、軽くしたりして、綺麗にして、その後にメガネを作りに行ってきました。メガネを作った後はジャージを買いに行きました。それでもう一回ショールームしました。かけてみて。何をですか？メガネですか？ジャージ買ってきました。ん？ジャージ、メガネどう入ってますよ。視力落ちてた、びっくり。メガネ見る？メガネ見ますか？メガネ見たい？僕の幸せ目が映る君。あ、大丈夫か。メガネ、オレンジ、人参色って言うな。本当はでも、もうあと2個あるんですけど、まず1個目のやつ茶色だったんですけど、茶色のメガネ1回なくしちゃって、そう、1個目のやつなんか茶色っぽい、オレンジっぽい、なんか中学校ぐらいから使ってたメガネを一回なくしたんですよ。で、新しくメガネ買って、で、そのメガネが買った途端にそのなくしたメガネが出てきて、で、その新しく青にしたメガネがまたなくなったりみたいな。でも家にあるんですけど、ずっとかけてなくて、気づいたら視力が悪くなってて、で、新しいのを買ってきました。シンプルに黒い箱、なんかね、オレンジの箱だったんですけど、
どこ行ったか分かんなくて黒にしました。普通の真っ黒、こんなメガネです。今コンタクト入れてるからな、メガネかけたら目悪くなっちゃいそう。見えない見えない。そうなんです、メガネを買ったんですけど、今ちょっとコンタクト入れてるからちょっとあんまり目を開きたくないんですけど、こんな感じですね。もういいですか、いいですか、恥ずかしい。まあこんな感じですかね。メガネの遊び方。そう、そうなんすよ、メガネで遊ぶな。まあ普段は多分かけないんですけど、寝る前とかそのコンタクトを取った時に、ねえ笑ってる笑ってる笑ってる。おお、なくなっちゃった。そのメガネ、そう、顔の大きさの割にでかいよ。違うよ、顔を小さくするためにメガネをでかくしたんだよそうだよ、顔をちっちゃくするためにね、メガネをねでかくしたんですよ。こんな感じで、やっほー、笑うな賢そうに見えた、本当？よかった。ほら、これで動画入ってることわかるでしょ？動画入ってるんですよ。そうそう、笑うな目がちっこい、そうだよ、しまっとく。配信中は普段多分かけないと思います。はい、そう、なんか調べたんですよ、なんかどうやったら顔がちっちゃく、メガネをもう買うつもりで昨日いて、顔がちっちゃくなるメガネみたいなの調べてたら、黒縁メガネの顔のこの幅より、幅と同じあの幅のやつを買えばいい感じってネットに書いとったさっき今日七並べしたの？お昼にやりましたよ、お昼のボーナスポイントの時にやりました。ブン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 、そう、そうなんですよ。黒縁だった、なんか黒っていうよりかなんか青みたいな、うん、黒黒黒っていうよりか、あ、こんにちは、黒っていうかなんかちょっとなんか透明も入ってるみたいな。楓さん、さっきと戦ってみたいです。みんな忖度よろ忖度よろだよ。何日間岡山いるん？もう明日には帰ります。七並べやる？七並べ今日でもいっぱいやったんだよな、さっき。やばい、オロナミシまだ飲みたい。顔ちっちゃいやんだって。でかいよ顔、あーちゃんと並んでんの、もうさっきもでかすぎて無理。オロナミシもうごちそうさま、ごちそうさまです。さっき強かった、負けた。そう、なんかお昼ぐらいにさっき連続で1位取っちゃった、すいません。元気が出ない、そんな時は。うん、そうなんよ。おつおつ、
今から2時間かけて来たライブです。ライブ行ってくるんだ、行ってらっしゃい。ライブで思い出した、マビの、ああマビ町の、マビ町の復興フェス、復興チャリティーフェス、皆さんぜひ来てください。なんか来てください。これに応募、ん、二次応募、ん、応募ができるよあ、マビー行くよ、だってやった、当たったよ、だってすごい当たった方多い、結構。これは見えるかな、私は映らなくていい。マビの、マビ町のね、復興支援チャリティーフェスっていうのがあるんですけど、出演日時が9月の16日日曜日、もうすぐ、もうすぐよ、もうすぐなのよ、もうすぐで、第1次公演と2次公演があるんですよ。第1回公演と第2回公演があるんですよ。12時30分からのと15時30分からという公演なんですけど、そう、場所は岡山県の玉野文化センターって言って、昔、もう大昔にあーちゃんとさきとおちょが、おちょちゃんが警察のお仕事をした時にそこでさせていただきました。お疲れ様です。そう、あ、玉島文化センター、間違えた、玉島文化センターでした、玉島文化センターです、玉島文化センターの、痛い、でしましたんですけど、そう、倉敷市かな、そうそう、メンバーは石田みなみ、門脇美優奈、菅原、藤原あずさ、沖優香、溝口愛子です。お、なんか、なんか、はい、そんな感じです。うん、そうそうそう、コンサートっていうか、なんかチャリティーフェスっていうフェスティバル、フェスティバルなのかちょっといまいちよくわかんないけど、で、な、第2次、2次応募開始、2次応募開始が始まるのは、あ、今ももうやってて、昨日から実はもう開始してるんですけど、明日の23時59分まで受付してるので、ぜひ来てください、ぜひ来てください。で、当選者発表が9月14日に金曜日です。はいまだ当選待ち、お、待ってるの、まだ、そう、そうなのよ、なんか結構落ちた、なんか外れたっていう方も結構多くって、何より、菅原が一番、ありがとうございます。なんでなんで、そう、明日の23時59分までなので、早めにやっといた方がいいかもしれない、忘れないうちにやっといてください。玉島って何県にあるの？岡山ですよ、岡山の倉敷市にあります。そう、明日の23時59分までです。来てね、みんな。昔昔あるところにチャリティーコンサート大阪森の宮、ありがとう、あー、
チャリティーコンサートありがとうございます。来てくれたんですね。ありがとうございました。楽しかったですね。なんでこんな、なんでこんな喋り方なんや。玉の、玉のじゃねえ、玉島っていうねとこがあるんですけど、ぜひ来てください。おでこかゆい。かにかまれたかな。まあそれを宣伝する今日はショールームだったんですけど、そう、ほぼそれだけのためのショールームなんですけど。あー、スペシャルギフトありがとうございます。そう、そのための配信だったんですけどね。まあ私は、そう、こんばんは。最寄り駅は新倉敷だって。だけどあんまりそこら辺はちょっといまいちわからないんですけど、そう、ぜひ来てください。実家から配信してるの？そうだよ、実家から配信中です。でもなんか、ご飯食べに行くからね、そのまま。シンクラっていうの？そう、そんなところから通うらしいです。よくわからないけど、さっきもシンクラいうとこから行くみたいですので。てかさ、さっきメール送ったのにメールが届いてないんだけど。お？メール送ったんですけどメールが届いてないです。届いてる？みんなのところ。なんかさっきのとこだけかな、メールが届かない。自分の来てないよね、送ったのに。なんでだろう。え、メール送ったんですけどね、どうですか、来てる？来てないよね多分。あれ、メール送ったのに4通ぐらい来とらん。嘘、自分4通ぐらい送ったんですよ。3通か、3通送ったんですよ。来てない、なんでやろ。なんで？朝の一つだけ、嘘。自分3通送ったんですよあれから。あー、なんでだろう。メール来てないね。なんで？送ったよ3通ぐらい。もう一回送ってやる。あれ、送ったのにな、もう一回送るね。今送った。検閲引っかかってなかったよ。引っかかってたらこっちにね LINE が入ってくるんだけどね。せっかく送ったのに。送信したよ、今送信してみた。なんか久しぶりに家に帰ったらね、なんか物が増えてたんですよ家に。なんか知らん間に。送ってもすぐに来ない。5時に送ったんですよ自分。5時ぐらいに1回送ったのに届いてない。なんでだろう、なんででしょうか。そう、送ってもすぐ来ないんですけど、今5時ぐらいに送ったんですよ3通一気にバッて。なのに届いてない。ガビーン。なんでだろう、なんかちょいちょいあるんだよね。マビのフェス追加に申し込んでるわ、当たればいいけど自信ないよ。大丈夫だよ、当たる当たる。壁が水族館や、かわいいしょ。寝てるのかな、検閲の人。寝てるかも。あおさん、リンゴ飴ありがとうございます。みっちーさん、けいちゃん、りんたろさん、ハートありがとうございます。あおさん、バラありがとうございます。広島のよしりんさん、ハートありがとうございます。マネージャーさん寝てるのかな。そうかも。こんばんは。
しい時間だね。そうなんすよ、珍しく配信しております。珍しくじゃない、珍しい時間から。おきちゃんとアイポーのメールは来てる。え、なんで、なんでさっきの届かないんだろう。嫌われてるのかな、鬼滅の人に。あれー、マビ行くよ、マビ町に行きます。え、なんでだろう。ちょっと待って、もう一個送るね。チュ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 。昨日もこれぐらいじゃなかったっけ。うん、昨日もこれぐらいだったね。そう言われたらそうだわ。とりあえず2通送ってみました。よし、 OK。 あたたた、あ、にゃんなか、ハートありがとう。けいちゃん、りんご飴、けいちゃんときょうちゃん、りんご飴ありがとう。昨日見れなかったけど今日は早く帰れたから見に来れました。ありがとうございます。みんなせー、まび町外れた。2時で応募してみて、多分当たるよ、わかんないけど。多分みんなが一気に送ってんのかな、だからかな。でさっきのもちょっとゆっくり送ろうかなみたいな感じで、そうなってんのかな。あ、当選したよ、だって、ありがとうございます。みんな当選したしてしたから見に来てね。洋服普通だ、だっていつも普通じゃん。ちょっと何を言っているの、いつも普通の服着てるじゃん。みんな積極的で、そう羨ましかった。そうなのかな、髪の毛つく、大変だ大変だ。当選するかな、みんな当選しろ。これ握手会で着た服なんだよね、名古屋かどっかで着た、あ、違う、なんだったっけ、どっかで着た。落とされたからこのままだと見に行けません、それは残念残念。手首につけてるのはゴム。当選するよ、するする。まあね、さっきっていうか、そのあれだもんね、 STU だけじゃないからね、アーティストさん、川なんとか愛さんが来るからね。絶対当選したい。うん、するする。そういえば普通の服を着てるねえ、普通の服じゃん、いつも普通の服着てるじゃん。実家居心地いい、うん、居心地いい。無権でも行くけど。無権でも来てくれるんですか。当選したら見に行く。やった、ありがとうございます。おはよう、あ、いや、おはようじゃなかった、やっほー、岡山おかえり、ただいま。やっぱ髪の毛、うん、ちょっと短くなったかな、このぐらいになった。みんな積極的で、マビの高校母校だし、あ、そうなんだ、いいねいいね。制服配信また見たいだって。いいよ、いつかやるよ、じゃあまた時間があるとき。今日ちょっと実家だからちょっとできないんですけど、今日は何を食べに行くの、
なんだろう、今日何食べ行くんだろうね、わかんない。でも昨日の夜はお家だったよ。毎日アート400日目、なんかやるのかな。そう、まだ何も決まってないまだ何も決まってないです。そうなんすよね。クリちゃんが泣いておる。さっきはね、実は美白効果使ってないんですよ。ちょっと使ってみていいですか。どう、ダメ。ちょっと美白効果ね、あんまなんか別に、さっき美白でもないくせに美白効果あんまり使ってもなんかあんま変わらないんですよ。いくよ、せーの。明るさ使うよ、明るさ。ほら、正直あんま変わらないんですよ。ほら、いくよ、ほい。これもうマックス、すべてがマックス。これ見えんし、こんなん。あーでもわかるね、これ美白効果。滑らかさってやつ使ってます。ちょっと鼻筋が綺麗になったかなぐらいの程度かな。あとここがはっきりしてる。どう白飛びすぎ。え、でも明るさ今消し、あーでもまあライトあるからね、ライトあるからちょっと白くなるけど、あん、これ見て見て見て、この鼻筋見て、鼻筋鼻筋とこれがやばい。これせーの、これ使ってない今、これ何もしてないやつ、これ何も使ってないやつです。ワルタ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 ピーポー。これ何も使ってない今。ちょっとあのライトがあるんですよ、あのこっちにね。うん、そうそう、シリコン入れたら、入れてねえよ入れてねえよ、使ってないですよ今使ってない、今全然使ってない。使ってるように見えるね。でもなんかまだ明るいのかな。さっきまだこれ結構下げてるんですけど、あ、ほらほらできた。これ普通、一般的。なんかあんま使わないんですよね、っていうか全然使わない。いらなくないですか。いる、逆に。もうあったらほら見て、どうどう、ほら滑らかすぎて、もう誰って感じ。どう、滑らかですか。これ今滑らか 100%。 いらなくない、ほら。はい、使いません。私は滑らかじゃなくていいんです、別に。大阪公園のさっき可愛かった。本当本当ですか、ありがとうございます。さっきのそっくりさん発見しました。どこにいたの。またカラオケ配信してほしい。カラオケ配信ね、まひちゃんとしたいなと思ってるんですよ自分。まひちゃんとね、当分してない、もう多分半年ぐらいしてないんじゃないかな。まひちゃんとしたいんですけどね。七並べ配信、七並べしたらみんな、なんかもう見なくなるもん、ショールーム。だからたまたま会うのがいいんや。そう、明日からレッスンです。っていうか今日はねレッスンがないんですよね。ペチペチ。マキナー初見です、こんばんは。たーかーしさん、こんばんは。今日はですね、オロナミン C を飲みました。美味しかったですドラスリートもいつかカラオケ配信してほしい。いや、ドラフト生って誰がいいですか誰でも基本呼べるけど誰がいいですかって。びっくりした。まひちゃん
むひちゃんとやりたいな、先は。そう、今日は実家です。まだゆらちゃん、ゆらちゃん仲いいよ。アイポン、ゆらさん、ドラさん、ゆらさん。あ、今22やね。アイポン歌ってくれるかな。アイポンいいね。岡山出身メンバーとか、あーいいね。岡山メンバーでなんかしたいけどね。岡山のメンバーでなんかしたいけどね。ゆらちゃんは3万人来る。6時間でしょ。やぶした風、私は菅原咲私は菅原咲だ。そう、アイポンと咲って同い年なんですよ、年齢が。そう、年齢同い年なんです。そうなんですよ、アイポンと菅原さん実は同級生なんですよ。年齢が同級生なんですよ。そうさ、そうなんすよ。 ST の高校生メンバーで一押し、アイポン。同い年な感じしないよね。ねえねえ、待ってよ。ねえ、同級生に見えるっしょ。さっきも大人っぽくなったよ、初期よりかは。そう、アイポンと同い年なんですよ。見えないって言われるよく。さっきが、ありがとう、テレビは見たよ、ありがとうございます。そう、今日広島テレビさんの方で夢を叶えるという番組に出演しました。番組っていうかコーナーに出演しました。そう、アリちゃんとサキが2人でロケに行ってきました。どれにしげすみるぐこんばんは、コーナーです。アリちゃんと一緒に出ました。そう、流しそうめんをねやりに行ったんですよ。すごい楽しかった。もうまず竹から切ってたんですよ。カン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 で、めっちゃ熱かった。アリちゃんめっちゃ汗かいてたし。そう、髪下ろしてる方がいい。本当ありがとうございます。そう、アリちゃんもう汗だらだらで、すごい2人とも汗をかきながら頑張って作りました。めっちゃ楽しかった。そうめん美味しいけど、美味しいし、さっきのメール撮ってる方は分かると思うけど、こうやってなんか竹持ってさ、こうやって箸でこうやって食べてたじゃん。そう、あれのあれです、それです。欅の歌を歌ってほしい。何があるかな。ごめんごめん、一人だけ遅れたみたい、あの場所に誰もいなくて、だっけ。なんか忘れちゃったけど、そう、めっちゃ楽しかったんですよ。なんかさっきも結構2年ぶりぐらいに、1年か2年ぶりに流しそうめんというものをしたから、めっちゃ楽しかった。久しぶりにやって、しかもすごいちっちゃい女の子男の子いっぱいいたからね、めっちゃ可愛くて楽しかった。同級生かと思うぐらい楽しかった。歩道橋を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かっている、分かっているだけ、信じて分かっているはずなのに、なんとかかんとか手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんてできやしない。
この胸にあふれる君への思いがもどかしい。真っ白の入道雲がもくもくと近づいて、なんとかかんとかてれれれれてってれ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 て、最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人は嘘が多すなんだっけ、忘れてる。通り抜ける風が僕にななななな、なもう少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない、今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対されても、それが僕のアイデンティティ。いい曲よね、あれ。歩道橋を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。違ったっけ、なんかそんな感じよね。メール来た、嘘、ちょっと待って、さっきのメール全然来なくない。ところで2通送ったんですよ、届かなくない、届かないですね。聞こうかな、もうメールが届かないんですけどどうすればいいですかって聞こうかな。すいません、メールが一個も届かないんですけどどういうことですか。あ、そういうこと、納得。あー、はいはいはい、ちょっと待って、検閲かかってた、一個、二個ちょっと待って、だってそんな知らんし、ま検閲かかってた。そういうことな。今かかった、今かかったんです。どう思いますか、今ですよ、今かかる、遅くないですか言うの。遅くないですか言うの、本当に。待って、言うの遅い、だって1通、1回目に2個送っとんのにからさ、そんな早く言ってくださいって感じ。もう早く言ってよ、もっと。だが来たねえ、もっと早く言ってよって言って、みんな今かよって言ってください。なんで今言うの遅い、何がダメなの、何がダメなのかちょっとわからないんです。あ、ロゴがダメなのか、それだけ。あ、じゃあ文字はいいんだ。ねえ、だってまず1回目送った時に止まらなかったの、止まってなくて何も言われなかったからわからなかったのに、これ私は悪くない。これさきは悪くない、これは私は何も悪くない、これは検閲の人が悪い。さきこれ悪くなくない、別に。早く言ってくれない人が悪い。これはさきは悪くない、さきは悪いことはしてない、ちゃんと送ったのに検閲にかかってますよっていう言ってくれなかった人が悪い。私は間違ってない。ちょっとこんだけかよ、もっと早く言ってよね。はい、送ったよ。はい、送ったよ、みんな送ったよ。待って、じゃあなんでこれは届かないの、もう全部送ってやる、一気に。もう6時半じゃんねえ。過ぎてるじゃん。
ちょっとなんで？何？乳酸菌っていう言葉はダメなの？ねえ、乳酸菌は？乳酸菌はダメなの？何が違うの？乳酸菌って何？え？乳酸菌って何？ダメ？何？乳酸菌がダメなんですか？乳酸菌っていう言葉を書いてダメなんですか？ちょっと私わかりません。もう基準がわからないです。何ですか？乳酸菌っていう言葉を書いてダメなんですか？はい、落ち着いて下ろし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 て降りた。はい、もう大丈夫です。なんちゅうメールなんだ。いや、乳酸菌って送っちゃダメなんですか？いや、商品名書いてないです私。そんなメールをさ、1年にさ、1年っていうか1日に15通もさ送るこんな人がさ、さすがにもうメールの書き方はもう結構慣れてきたっていうか。乳酸菌ってダメなんですか？写真も、写真は入ってない入ってない。だってこういう感じじゃないよ。これだったらここに多分こう、多分これモザイクがかかるんですけど、普通に。けどコップに入ったジュースだからいいと思うけど、ダメなのかな、よくわからんね。乳酸菌っていうのはカルピスとかそういう、あ、あ、来た。このメールは誰のメール？ユニクロ、ユニクロからメール来た。ねえ、別にユニクロはいいんだけど、うん、来たかと思ったらユニクロだった。くそ、悔しい。ユニクロメール来るなよ。ユニクロのメール好きだけどさ、ユニクロと GU 撮ってるんですよメール。モバメみたいに言ってる。あ、こんばんは。ユニクロと GU のメールを撮ってるっていうか、その広告が来るんですよ。もうね、最高。あ、そういうモバイル会員ではないけど、まあユニクロと GU のメールは必ず届く。服がね、サイ&コーなんですよ。めっちゃ最高。もうユニクロからメール来たよ。もうどうすればいい？いや、なんかちょっとね、服とかちょっと見るときに、やっぱなんかお店とか行ってみるより、やっぱりちょっと手元で見たいなみたいな。今3通送りましたメール。はじめまして、はじめまして、菅原です。ショールームと同じで変なとこに NG ワードになる。それだよ。もうモバメのさ、モバメぐらいよくねえと思うけど。だってね、あ、言わんとくわ、もう言わんとくわ。もう言わんとくわ。なんでもないよ。誰に反対されても、今ならね、ね、前髪がね短いからね、前髪ができそうなんだけどできないんだよね。残念。 STU ってなんで LINE ないんだろうね。ないんですよ、残念ながら。はじめまして。さっき、はじめまして。これからタチウオ食べます。あ、じゃあサンマ食べます。あら、もうそんな時期。犬、そう、クリちゃんがね今日いるんですよ。あ、てか755で思い出した。755遅いなって。755多分 ST やらないですよまだ。あのね、ツイッターのねリプ見ました。ありがとうございます。あの、ハッシュタグ語彙力なしっていうあのツイート見ましたか？語彙力なしっていうか、語彙力なしのツイート
リプ全部読みました。いいねしたいけど、いいねしちゃダメなんですかねこれいいねしちゃダメなんですかねこれ。見ました、すごいありがとうございます。これこれこれ、ありがとうございます。すごい本当はいいねしたいぐらい、毎日ぐらい読んでるんですけど、すいません、なんかちょっと何にも返信ができないことが辛くて、そういいねしたいんですけど、うん、リツイートといいねよろしくお願いします。一回やってみ、わら、さっきが悪いみたいになられるでしょ。そう、ツイッターリプありがとうございます。リプもまだ書いてないよって人は書いてみてね。あ、見たよ、同じの買って昨日食べた。あ、美味しいよね、このマスカット、マスカッ、シャインマスカット、これ皮もないし、あ、皮はあるわ、間違えた、皮はあるわ、種がないし、種なし、皮がパリパリして美味しい、すぐ食べ、洗ったらもうすぐ食べれるっていう、すごい最高のマスカットなんですよ、これ。ね、岡山県民ってね、マスカット、桃よりマスカットってイメージがあるんだけど、さっきマスカットの方が桃より好きなんですけど、そう、このマスカットめっちゃ美味しいんで食べてください。結構高い、それはそう それはそう、それはそうなんですけど、美味しくないことがないから、すごい食べてほしいなって思いました。まだなんか多分、桃のイメージだよね。でもなんか先は、俺シャインマスカットしか食べへん。絶対なんだっけ、これがシャインマスカットだっけ、あれ待って、あ、そうだよ、シャインマスカットしか食べなくていいぐらい美味しいんだよ。美味しいよね。ああ、本当に美味しいんですよ、これ。あ、だるまがいっぱい来てた。だるま、みっちーさんありがとうございます。りんたろうさん、バラ、ありがとうございます。社長さんもだるま。遠いさん、りんご飴ありがとうございます。そう、美味しいからね。アレキ、ん？なんとかオーバーアレキサンドリアみたいなマスカットも美味しいけど、さっきのイチオシブドウはシャインマスカットかな。シャインマスカットは美味しい、ほんまに美味しい。メンバーツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい。ねえ、君はもう友達じゃない。フォローしたぜ、ありがとうございます。いつまでも、あ、そうそう、アレキサンドリアみたいな、そう、それそれそれ、あれはお高いよね、財布が開かなくなる。晴れた空、トゥ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 、あ、ミッチーさん小判ありがとうございます。まあ今日はこの辺でショールーム終わるんですけどね。シャインマスカット高くない？うん、高いかも。さきがこのツイッターに上げてるやつはリス食いした方が美味しいかな。そう、リスみたいな食べ方した方が美味しいです。さきが食べたこれはあれです、高かったかも、ちょっと高かった。でも高いけど高くてもなんかちょっと食べようとは思うぐらい本当に美味しくて、なんか種とか正直取るのめんどくさいじゃん。だけど種取って食べる、種がないからすごい食べやすいからさ。いや、1万もしてないと思うけど1万もしてないけど、あのほっぺが可愛かったです。ここに入ってたんですよ。リスです。そう、岡山ってマスカットが有名で、結構さっきが小学校の時に
課外授業みたいなのがあって、マスカット狩りとかに行ってました。よく学校の課外授業でマスカット狩りとブドウ狩りやってました。桃狩りは一回もしたことないけど、マスカットとブドウ狩りはしてました。地味だか派手さかよくわからない服ですね。そう、あんまりそんなに派手ではないけど、これはシースルーです。あ、これはキャミソールです。そう、可愛い服でしょ。シースルーなんですよ。そうなんです、可愛いでしょ。そう、マスカット狩りとかっていうブドウ狩りがあるんですけど、すごい美味しい。その場で食べれるし美味しかったです。うん、色気も、色気はあるとよ。残念ながら桃のイメージしかない。桃は食べるよ。毎年食べるし、お中元とかで桃は大体届く。岡山県民ってもういいよってぐらい届く。わかる、この気持ち。もういいって、こんなに誰が食べるのってぐらい届く。うん、そう、そうだよ。いや本当に、ほんまにこれ、もうほんまに誰が食べるんこんなにっていうぐらい食べる。うん、桃はね、毎年毎年のように家に届く。誰かから、誰かしら届いてくる。うん、でも桃は普通の桃よりやっぱ清水白桃が美味しいね。清水白桃よ。岡山はやっぱ白桃もいいけど清水白桃かな、やっぱ。そうそう、桃食べ放題だよ。ほんと、さっきんち来たら一生桃だよ。に1週間ぐらい、お風呂入る前かお風呂入った後ぐらいに桃が出てくるマスカットはちょっとだけしか食べれない。ちょっと高いから、ちょっと高いからね、マスカットは。桃は痛みやすい。桃は硬い派ですか、柔らかい派ですか。先は硬い派です。硬い桃が好きです。農家なの。いや、私ん家は農家じゃないんですけど。硬い派です。あ、柔らかい方、柔らかい派。あ、硬い方ね、硬い方が好きだよね。でも柔らかいのはやっぱちょっとあんまり好きじゃないけど、硬いのが好きなんですよ自分。とりあえず桃あんまし、とりあえず、あ、桃あんまして怒られたい。桃あんまとは、柔らかいのは食った心地がない。いや、なんかもう、なんか柔らかいの、柔らかいのはなんかもうめっちゃ柔らかいのがいい。わかる、なんか中途半端に柔らかいのじゃなくて、もうなんかもうドゥルッドゥルのドロ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 みたいな感じの桃の方が好き。メール来た？しゃ、さっきのメール？それ、さっきのメールですか。あー、メール来た、やっと来た、やっと来たぞ。迷惑メール、やっと来た、迷惑メールやっと来たよ。みんなやっと来たね、迷惑メール。よかった、よかった、よかった。あー、イエーイ、迷惑メール来た。え、まだ来てない。嘘、それはなんでだろう。来るよそのうち。イエーイ、来た来た、迷惑メール、しゃ、まだまだ送るよ。よしよし、3通来た、よしよし、迷惑メール届いたよ。よしよしよし、ファミコンからルンバまで、そうそうなの、やばいの。迷惑メール来た、よしよしよし、ナイス。じゃあ迷惑メール、迷惑メール届いたなら OK。
ー、迷惑メール来た来た、よかったよかったよかった、このまま来ないかと思った。乳酸菌遅れてた、それな、乳酸菌遅れてました、ラッキー、イエーイ、乳酸菌遅れました。あ、間違えた、すいません。よしよしゃ、迷惑メール、そう、この迷惑メールをみんなね取ってくれてるんですよ、すいません、ありがとうございます。迷惑メールぐらい来てるよね、ほんとすいません、いつもいつも、まあ、いつもこんなぐらい送ってるんですけど乳酸菌に罪はない、それな、もう早く言ってって感じよかったよかった、メール届いた、ありがとうございます。よかったよかった、このままもう今日は届かないかと思ってた、よかったよかった、迷惑メール届いた届いた、みんなのところに迷惑メール、そう、こんばんは、こんばんはというところで、皆さんショールームのフォローよろしくお願いします、ショールームのフォローをよろしくお願いします。さっきは、さっきのはマシンガンメール、うるさいでしょ通知、マジやばいんですよメール、本当に迷惑メール並みにね届くからね。こんばんは、ストロー使うのは美容院と健康のため、美容と健康のため、どういうこと、晴れた空見上げたら少し会いたくなった、ピンクのハートを白にはしちゃダメです、白いハートをピンクにしてください。ショールームのフォローもよろしくお願いしますね、フォローはしてるがメール取るの、ん、なんて書いてるか分かんないです、そう、メール女王やから、先メール女王って呼んでメール女王って呼んでください、これから、そうよ、あ、逆だった絶対躊躇ってなんか乃木坂さんの歌詞にもあるよね、躊躇してるみたいな、さっきこんばんは初見です、あ、いとちゃんこんばんは、よくネタが切れないね、え、でもなんかたまになんかね、たまにでもね、ショールームっていうかその一日レッスンの時とか、もう正直言ってあ何送ろうとかってなるけど、でもそんなに、うん、そこまでなんか全然もうなんか送るものがないっていうわけではないかな、そうそう、まあたまに意味不明なメール送るけど、まあ、それを言うのは気にしないであ、みなかのさん、みなかのさん初見です、だってこんばんは、菅原です、あー間違えて消しちゃった、まあ、いっか、そうなのね、そうなんだ、
ねえ。何でもないですよ。じゃあそろそろ壇上を見たいと思います。13位カンタリリーさん、11位大仏丸さん、9位コーヒーさん、7位スエンさん、5位トニさん、ありがとうございます。12位アオさん、10位ケッちゃん、8位ワンコさん、6位スエンさん、4位大地さん、ありがとうございます。3位スーさん、2位がミッチーさん、1位がトイさんでした。ありがとうございます。スペシャルギフトもありがとうございます。これからスガキンはご飯を食べに行ってきます。ってことで、じゃあこの辺で終了したいと思います。今日の配信は多分これで以上かな。はい、誰かと、ん、誰かと食事、家族でだよ。ってことで、皆さんまだショールームのフォローしてない方はショールームのフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで今日はこの辺で終わりたいと思います。ってことで、また皆さん明日ショールームするので、今来たよ、今来たのにもう終わるの、もっと見たかったって人、ショールームのフォローよろしくお願いしますじゃあ皆さんこの辺で今日は終わります。せーの、バイチャー、髪の毛切ったよ、バイチャー、バイバーイ、バイチャラポー、バイバーイ。